インターレースのイメージ図。画像の、飛び飛びの一部をまず伝送する。インターレースとは、画像伝送において、データ量を増やさずに描画回数を増やす技術である。日本語では飛び越し操作という。画像を上から順に送るプログレッシブ、または、ノンインターレースと対になる言葉で、ラスタースキャン方式において、画像全体を飛び飛びに操作、処理する。この項では、 プログレッシブスキャンについても述べる。テレビの操作線のインターレースや GIF 画像のように、飛び飛びに描画される方向が1方向の方式を1次元インターレースと言う。それに対し、飛び飛びに描画される方向が上下、左右の2方向の方式を2次元インターレースと言う。2回の伝送で1枚の絵が完成する方式を2、1インターレースと言う。 これに習って、伝送回数に応じて4、1インターレースなどと表す。レースは、カーテンのレースのことで、インターレスとは、間を編んでいくという意味である。ブラウン管のインターレース。緑が1フィールド目、赤が2フィールド目。よく知られたものは、テレビビデオ信号に使われているもので、奇数番目の操作線を先に送り、残りの偶数番目の操作線をその後に送る。これにより、 フィールド周波数を倍にすることができる。例えば、NTSC では 30Hz が 60Hz に、パルでは 25Hz が 50Hz になる。以後は NTSC の数値を基準に述べる。なお、テレビ用語として、全操作線で描かれた画像をフレームと呼び、一部の操作線だけで描かれた画像はフィールドと呼ぶ。そのため 60Hz はフィールド周波数となり、 30Hz はフレーム周波数となる。インターレースによりフィールド周波数は増えるがフレーム周波数は変わらない。帯域幅はフレーム周波数で決まるのでインターレースは帯域幅を保ったまま描画周波数を上げることができる。ただし映像圧縮を行う場合フレーム単位で圧縮すると口術の動きの激しい部分では動きのある部分が島状となり 空間周波数が高くなって、静止画としても圧縮しにくくなり、フレーム間予測も行いづらくなる。フィールド単位で圧縮すると、動きのない部分でも、フィールドごとに微妙に映像が異なるため、やはりフレーム間予測が行いづらくなる。そのためインターレースに対応した MPEG-2 では、インターレース動画の圧縮率を改善する複数のモードが搭載されている。一例を挙げると、 マクロブロックごとに予測をフレーム、フィールドと選べ、動きのない部分ではフレームごとに予測し、動きのある部分ではフィールドごとに予測することができる。現在のテレビ放送は、すべて1次元に1インターレースか、さもなくばプログレッシブだが、特別なシステムで2次元4、1インターレースなどが使われることもある。フィールド周波数 60Hz のインターレース映像を 60i と書く。 一方、フレーム周波数 30Hz のプログレッシブ映像は 30P と書く。ただしこれらとは別に、有効操作線4 8 0本のインターレース、プログレッシブ映像をそれぞれ 480i、480p と書く。操作線数と周波数を共に書いて、480、60i、480、30p、または 480i60。 480p, 30などと表すこともある。残像を考慮したインターレースのイメージ図。前のフィールドの残像が暗く残っている。動きのない動画では、インターレースした2枚のフィールドは、時間がずれているが、変化はないので、2枚のフィールドを合わせれば、プログレッシブでの1枚のフレームと同じ映像が、得られる。しかし実際の画面では光る、操作線が1。 60秒ごとに交代しているため、ちらつきが強く見える。四角上は、フィールドの空き操作線には、前のフィールドの残像が残っているため、ちらつきは、幾分緩和されるが、30Hz のフレーム周波数は、残像でちらつきをなくすには十分ではない。一方、動きの激しい動画では1秒に60枚のフィールドが描かれるため、同じ帯域幅のプログレッシブより、動きが滑らかになる。 しかし細かく見れば、あるフィールドが描かれている時に残っている残像は1、60秒前のフィールドであり、その分移動している。これにより解像度は悪化する。極端なケースとして、シーンが切り替わった時には、直前のフィールドは無関係な画像であり、瞬間的に垂直解像度が半分になる。ただし、人間の視覚は動くものの細部を捉えられないので、数値ほどには、 解像度の低下は感じられない。高級なシステムでは、インターレース映像に対しプログレッシブ化がなされる。これは空いている操作線を残像に頼らず、同時に表示する技術で、これにより映像は倍の帯域の 60Hz のプログレッシブ動画に変換される。これは、画質向上というよりは、ちらつき防止の目的が大きい。実際には空き操作線の情報は欠損しているので、 上下及び過去の操作線の内容から計算することになる。基本的には動き検出により、動きのない箇所は前のフィールドの操作線をそのまま使い、動きのある箇所は上下の操作線から保管する。最近のデジタルテレビなどの高度な画像処理では、過去もしくは過去と未来のフィールドからの現フィールドの 動きを予測する動き保証と呼ぶ手法で上下の操作線から保管するよりも高解像度な画像を得られる処理を行っている。さらに液晶を利用するデジタルテレビでは液晶の応答性能の低さを補完するためにプログレッシブ動画のさらに数倍の速度で表示を行うなどの技術を導入している。もともとプログレッシブで制作された CG 映像や映画やアニメ、 テレビドラマなどがソースの放送では単純に前のフィールドを利用することでソースに近い動画が得られる。ただし映画などでソースが24フレームの時は2フィールドに1回と3フィールドに1回を交互に行うことで3二ドロップダウンを復元し 24Hz のプログレッシブ動画にする必要がある。静止画ではインターレースによりデータの一部を受信した時点で一応の描画ができる。 最初の描画は解像度が荒いものだが画像の大雑把な全体像を知るには十分である。未伝送の部分は伝送済みの部分のデータを繰り返して描画するため単純にはモザイク状になる。テレビと異なり二次元インターレースをすることも多く比率も様々である。なお、インターレース自体による画質変化やデータ量の増減は基本的にないが圧縮との組み合わせにより 圧縮率が変化し、一般には画像の隣りあった画素の類似性によって効率的に圧縮できていたものがインターレースにより効かないことが多いが圧縮後のデータ量が変化する。テレビのフィールドに当たるものは画像ではパスという。パスのデータ量は当分ではなく最初のパスは少なく徐々に多くしていくことが多い。これにより品質は荒いがより早く 最初の表示ができる。アニメーション GIF によるインターレース GIF の再現動画。インターレース GIF は1次元8、1インターレースで始まる。ただし、1、8の画像を8枚送るのではなく1、8プラス1、8プラス1、4プラス1、2の4パスに分けて送る。最初の88ピクセルのパスは11111、11。

1>, 1インターレースで始まり、1、64プラス1、64プラス1、32プラス1、16プラス1、8プラス1、4プラス1、2の7パスに分ける。最初の88ピクセルのパスは1646264、6、777777777 77、56565656 77、七7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 36463646、7 77777777 56565656 7777777777で、あとはこの繰り返しである。この方式をアダン7アルゴリズムという、インターレース GIF の一次元インターレースに、比べパスが、重応均等に分散しているので、同じ伝送量でより高精細度の描画が可能である。JPEG には、プログレッシブ JPEG というモードがあるが、 本校で解説してきた語の意味とは異なる。二次元インターレースのように画像がまず低解像度で表示され徐々に精細になる。しかしこれはインターレースではなく JPEG が周波数領域変換である DCT を使っていることを利用して定域から順に伝送するモードである。このプログレッシブ JPEG のプログレッシブはインターレースに対するプログレッシブ表示の意味ではなく解像度が 徐々に良くなるという意味である。ABCDE 赤にマスミ。オペレーターのための、新、電気の広場ビデオゲームの仕組みと働き連載第2回。ゲームマシン223。 16https コロンスラッシュスラッシュ onitama.tb スラッシュ game machine スラッシュ pdf スラッシュ 198311ahp.pdf インターレース及びインターレースは混在して使われているが標準規格上の記載はインターレースである。ありがとうございます。